日本サッカー協会の宮本恒康会長が31日世界禁煙で東京タワーライトアップイベントに出席日本協会が日本医師会と共に禁煙を啓蒙啓蒙するもので東京タワーを禁煙のシンボル色の黄緑色にライトアップ宮本会長は全体に広めていくのに意味があるたくさんのサッカーファミリーが集まる代表戦でも伝えていければと話した